あなたの記憶の中には、私はいますかいや説明の気づきだよ。今日は少女、GEND。次から、立て。前回やった通り、ここが難しいところなんですよ。よこす通り。ここら辺も簡単に行けるんやけどね。えーと、ここはしゃがんで、こう行って、問題はここや。 この斜め移動のボクチンよ斜め移動のボクチン覚えないこれあここやよっしゃいいかああ <laughs> そうだこれ前回のパートもこういうところでやられないんやどうすればいいんやこれどうすればいいんやこれえー、っと よっしゃいいペースどうすればいいんだろうこれあここら辺で止まっとかなとりあえず今あどうする ちょっとずつ下行けばあっこれよっしゃ何とかなったうーんこっち向いてるよねバリバリこっち向いてるねこれしゃがんで通っていけるとかいう問題じゃないよねですよね <laughs> 騙されたこれこっちが正規ルートかと思ったこっち側でちょっと構えとけばいいんじゃないんかな よしじゃあ行けたあーす、しよすもうこのままもう何おるまだおる絶対行けんパターンこれ絶対行けんわこれこっちからは絶対行けんわこれああー <laughs> 油断ならんぞこれはどっから突入して行けばいいか分からん

ああ、もう終われ、終われよ、もうない、おら、おるやん。あ、あ、なんか来よる。絶対なんか来よる。そんなんなしじゃん。そんなんなしじゃん。そんな、そんなトラップなしじゃん。初見殺しじゃん。 よし、分かってしまえばなんだか綺麗にいけるもんやなえこれどういくんいけるんこれえけどこれえどうすればいいんこれこれ一旦鳴らしてあえて一旦鳴らさなあかんパターンこれ 無理でしょーあ、でも,もうなんか隠れる場所あった気がするんやけど、一瞬にして向こうに行って、ダッシュするんかなよいしょ。慣れた。もう結構慣れた気がする。ここは、もしかしてこう行って、これじゃだって向いてなかったもん、右先。こいつ右向かんかったもん。ほら見てみ。やった、こういうことだったんじゃ。やったー あ <laughs> あ、やばかった。参考までちょっと、アムレコックのソフトの方の、録画時間の方を取っておいたんで、こんだけかかりましたよ、こんだけ。ここまでクリアするに、こんだけかかりましたから。<laughs> カットしたわけやんね、短いな、当だけで。はあ、何度か見つからずに切り抜けられましたね。ほんと、切り抜けれたよ。怖いわ。 ええ、無事に切り抜けることができてよかったです。ほんとやで。ああ、疲れた。このまま終わってもいいんじゃないかってレベルに疲れた。さて、あなたのお友達を早く探しに行きましょう。はい。セーブ、セーブ。セーブさせろ。ああ、来た。ああ、わこれでセーブとかなかったらさ、もう俺死ぬ。うん。歩む。にこれ。ん何この場所。 この場所おらんかったやん。倉庫おったやん。あれ誰の部屋ここは、俺の部屋だ。お前の部屋めっちゃ暗いな。赤暗さが。なんで赤暗いん、こんなに。なんだ今までのは全部、ただの夢だったのか。なんか分からんけど。椅子がない。東には鍵かかってる。エロボンとか入れとるな、歩くん。歩くん、エロボンとか入れとんじゃないだろうな。 はぁ、あ。服ちゃんと片付けろよ。くちゃくちゃに丸められた。タンタで入れろよ、ちゃんと。誰の日やこれ花瓶ん 2>, ?2 階。ごめんな。ごめんな。誰やねん。ごめん。あきら。おおおお。父さんお父さん歩むか 父さんあやむちちやって二人だけになっちまったな父さん母さんもあきらもいなくなっちまったあきらはおるやん何言ってんだよ父さんあきらは死んでないじゃないかよお母さん死んだんお前はまだえ姉兄ちゃん兄ちゃーん よかった。兄ちゃん。んうーん。あきら、今のが夢か。なんだったんやっぱり、あきらは死んでなんかないよな。悪い、寝ちまった。それでどうしたんだそんな怖い顔して。この小屋の外に誰かいるみたいなの。それで。ああ、誰か来たー。ノック マキとアキラは下がってろ。俺が何とかする。誰やねん。あ、セーブ、セーブできん。あ、いやショック。アミ、バチガイな出けたらやめなさい。あ、アミ、と。アミ、無事だったんだね。よかった。マキ、苦しい、苦しいや。<laughs> あなたははじめまして。 やったーこれでみんな合流できたそれにしてもどうして俺たちがここにいること足跡ですこの周りを歩いた形跡があったのでそれを辿ってここまで来ました足跡全部考えてませんでしたもし発光体が足跡で追跡できたら俺たち死んでたかもしれません私たち網が全然帰ってこないから心配してたんだよ ごめん。アミも気づいたら、この世界にいて、掛宮さんに助けられていて。でもまさか、聖子さんに言われたことが本当だったなんて。それにしてもよかったです。あの発光たちたちにあなた方が襲われてなくて。何度も襲われたよ。何度も襲われたもんね。もうこれ、何度目の命かわからないもんね。いえ、襲われたんですが、何度か逃げ切れたんです。逃げ切れなかったこともあるけどね。逃げ切れなかったことも。 何度か逃げ切れずに済んだけどねさっきは本当に危なかったそうでしたかよく逃げ切れましたけどねだから逃げ切れてない時はあったんだよあなたたちだったで、ね、そうでしょうが発光体は生前の大切な記憶を失ってしまい我を忘れ悪霊と化してしまった人間の霊魂ですきっと失った大切な記憶の代わりとなる記憶を奪うためにあなた方を襲ったのでしょう もし発光体たちに捕まっていたら、あなた方の記憶も奪われ、今頃発光体になっていたかもしれません。そう考えたらめっちゃゾッとするやないか。そういえば、きてアミたち、これまでどうやってきたんだ発光体,体に襲われずに済んだのか病院前までは影宮さんについていってから捕まらずに済んだけど、病院には何もいなかったから普通に通り過ぎてきたよ。え嘘そんなはず もしかすると。かぎまさん、何かここあたりが。ええ。皆さん、記憶少女というあやかしはご存知ですかこのゲームのタイトルですな。記憶少女いいえ、耳にしたことないです。私もです。僕も、妖怪の本とか読んだことはあるけど、記憶少女っていう本妖怪は載ってなかったよ。その妖怪は多分さ、 妖怪ウォッチのことだと思うな。妖怪ウォッチはルールにないからね。現実とは全く違う <laughs> 話だからね。そうですか。記憶少女というあやかしは、あまり世間では知られていないあやかしなので、存じていないのも無理はありません。多分ヌーベでも出てきない。ヌーベでも対峙できんと思われる。心に思い当たることというと、そう。その記憶少女というあやかしです。 おそらく病院にいたはずの発光体がいなくなったのは、その記憶少女による仕業なのでしょう。あやおみんなのテンション下げるようなこと言うなよ。その記憶少女って一体どういうあやかしなんですか発光体と記憶少女に何か関係が記憶少女は、少女の体、人間や、えっと、霊魂の記憶を奪うあやかしです。少女の体、人間や、 霊魂,を霊魂の記憶を奪う記憶少女というあやかしは、発光体と同じくもともとは人間でした。発光体は先ほどお話しした通り、生前の体質の記憶を失い、霊魂から悪霊と化したものですが、それに対して記憶少女は異なり、何らかの理由で生前のうちに普通ならありげない現象に起きて、 ありえない、ドラげない現象に起きて、本来、生き物が、なんて読む通るべき霊魂になる道を外れて、人間から直接霊魂となり、悪霊、悪霊か、悪霊となり、そのままあやかしとなってしまったのです。その本来あるべき道に沿わなかった代償なのか、彼女は記憶,をする記憶を保持する能力を全て失ってしまいました。 霊魂は記憶する能力を持っています。物理的ではありませんが、生きて証してある生前の記憶は、しっかりと記憶されているんです。でも、記憶症状は、その霊魂にならず、直接悪霊のようなものを、スう、あやかしとなってしまいました。難しいことをやめてください、はじめさん。あ、そう言うたら、ちょうど簡単に誘導っていう言葉が出てきた。やったね。はじ,はじめさん、ありがとうございます。 簡単に言うと、霊魂になるということは、生きてきた記憶というデータを保存することと同じなんです。ごめん。簡単に言うとって言っても、俺は理解できない頭だなんだ。つまり、霊魂という過程を飛ばした彼女には、生存の記憶が保存されていないのです。まあ、今のでちょっと分かったかな。まあ、今のでな。そのための、彼女は本能的に自分を救いたがり、 彼女の持っているあやかしの力、強い念力、霊力で他人から記憶を奪おうとします。しかし彼女には奪った記憶を保持する能力、普通の人間のように体験したことを記憶する能力が一切ありません。そこでメモリーカードとするための生きている人間、その中でも自分と同世,同世代である少女の体を奪うのです。 それが彼女が記憶少女と呼ばれる遊園です。これまでの2作品もそういう形で記憶少女が動きがったってことかな。そして、記憶少女の被害者となった者の,のほとんどが、そうやって記憶を捉えた霊魂、すなわち白交代です。あの白体代捉れ,れた後の姿なんやな。つまり、記憶少女と白交体には、加害者と被害者の関係が成り立っているのです。 <laughs> 警察官が、け会者と被害者の関係って言うたら、すごい説得力あるな。これは余談ですが、発行隊たちはみんな奪われた記憶のほとんどが幸せな記憶らしいです。うん、もしかしたら、記憶少女は幸せを求め、他の記憶から、他人の記憶から幸せな自分を形成しようとしているのかもしれません。なるほど。要するに、病院にいた発行隊たちは、 自分たちの加害者である記憶少女から本能的に身の危険を感じに逃げたと。はあ、なるほど。そういうことかもしれません。文献で調べた頃から察したことなので、確かではありませんが。そんなことより、何よりもあなた方と合流できてよかった。あなた方が無事でよかった。あなた方がよければ、しばらくの間、私も一緒に行動させてはもらえないでしょうか。ええ、お願いします。 大人の方がいると心強いです。ありがとう。これでも私、警察官なんです。聞いた皆さんのお役に立てると思います。第3章、記憶少女終了。あ、ここでようやく第3章終了だったんじゃん。合流できた、ようやく。はあタイトルの記憶少女っていうのは、名の通り記憶少女に関しての説明がある件記憶少女だったんかな。そういうことなんだろうか。 えーと、一番上まで戻ろう。さて、今回はこの辺にしよう。ちょうどいいところなんで、次回から第4章。5人が合流してから、共同で脱出。脱出するんかなとにかく逃亡を図ります。この次回からの逃亡を。というわけで、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。仕上げ。 ようやくみんな合流明かされる玉ょ少女に関しての情報思うことはいろいろあるけどとりあえずあれめっちゃ難しかった17分もかかってるもうあんなやりたくないよもう発光台だって追いかけてこないでよねえ